わしはゾンゾン、トゥーホックに住む、年老いたパペットじゃ。長年連れ添ったばあさんとも、去年お別れしてしまった。毎日の楽しみと言ったら、自分のお尻の匂いで気絶する、チンパンジーの動画を見ることぐらいじゃ。おや孫のすんすんじゃ。やあ、おじいちゃん。 こんにちは。すんすん元気だったかい？うん。それはよかった。今日は僕いいもの作ったんだ。ほうほうどんなものかの？これだよ。おお、あみだくじか懐かしいの。もしね。当たりを引いたらプレゼントがあるの？プレゼントうん。 きっとおじいちゃんも喜ぶよ。やってみたい。ああ、ぜひやらせておくれ。じゃあおじいちゃん右か左か選んで。うーん、どうしようかの迷うの？選んだよし。右じゃわしは右にするぞ。じゃあ行くよ。すん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 。スンスンスン

ちょっと残念。じゃ。大丈夫だよ。おじいちゃん安心してほう。安心していいのかいうん。おじいちゃん外しちゃうかもしんないと思ったから、他にも9時作ったの？ああ、そりゃありがたいの。タッチにする。よし、今度は左じゃ。オッケー！スン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 。すんすんすん すん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 。お、これはなんじゃ。靴下だよ。靴下。うん。どうして靴下なんじゃ。だって、冬の寒い日は、靴下を二枚履きたくなるでしょ。確かに。寒いときは、くじで当たるよりも。 靴下の方が嬉しいの。そうでしょ。なるほど。当たりや外れよりも暖かさが大事ってわけなんじゃな。うん。面白いくじじゃの。まだあるよ。おお、次はどうしようかの。うん。よし、今度も左じゃ。オッケー。すんすんすん。 これはなんじゃ消防士さんだよ消防士なんでまた消防士なんじゃだってもし町で火事が起きたら誰かに火を消してもらいたいでしょなるほど確かにそうじゃ火事でお家が燃えている時は クジで当たるよりも消防士さんの方がありがたいの。うん。当たり外れよりも勇気と行動力の方が大切な時もあるってことじゃな？うん。うん、ますます面白いクジじ,じゃの。まだあるよ。よし、次こそ当ててみせるぞ。右じゃな。今度は右で頼む。 おー、犬か。たしかに犬は優しいし、番犬にもなるから素晴らしい生き物じゃのおじいちゃん、犬じゃなくて猫だよ。あ、ああ、そのまああれじゃ。 あれじゃよ。猫は可愛いの。犬に見えるいや、犬にも見えるってだけじゃ。僕、え、下手なのかな。そう、そんなことないぞ。いいかい、すんすん。犬と猫のご先祖様はもともと同じ動物だったんじゃよ。え、そうなのそうじゃ。嘘だと思うなら。 図書館やインターネットで調べてみればいい。ずっと昔は同じ動物、家族だったんじゃ。だから犬みたいな猫がいたって、猫みたいな犬がいたって、別に悪くなかろう。へんてこなことなんてないんじゃよ。そうかな。そうじゃ。そっか。じゃあいいや。また面白いくじができたら電話するね。 ああ、頼む。じゃあねおじいちゃん大好きだよ。またの。ところでプレゼントって何だったのかの